皆様こんばんは。毎週月曜日、石井律子がお送りしております。石井律子の国会の時間でございます。ありがとうございます。先週に引き続きまして、高橋陽一先生においでいただいております。先生の肩書きですけれどもですね、数量政策学者、元財務官僚ということでございます。財務省の官僚でいらしたわけでございます。分かりにくい数量政策学者とかの何でございましょうとお聞きしましたところ、政策とかそういった安保の、我々はね、日米安保で守られている国でございますが、これを数字で数量で表すということなんで、この間はあの投資ということについてはですね、中学校ぐらいで学んどいた方がよっぽど役に立つんだが、日本の教育はそこに至ってないと、国際で日本の教育の投資をするべきだというお話をいただいたんですけれども、皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたしますね。高橋陽一先生、今日もいらしてくださいました。ご自宅にいらっしゃるようで、よろしくお願いをいたします。よろしくお願いします。どうも。まずですね、今日はですね、この政策を数量で示すというこの専門の政策学者でいらっしゃいますが、日本はですね、マクロとかミクロとかいう経済の言葉ばっかりが一人歩きしておりまして、正確に分かっている人間なんておよそ少ないんじゃないかと思っております。いないとは申しませんが、国会議員が700人以上いてもですね、どのくらい分かるのかなと思っておりますが、はい、バイデン大統領が日本に、来まして、恐れながら、岸田総理と会ったということでですね、会った途端に突然、この間も言いましたように、台湾有事の時に我々はコミットしますよと大統領がそう言ったというのが一つと、もう一つ、IPEF、IPEF というのをいきなり出してきましたね。はい、この間国会で登壇質疑をした野党の議員がですね、IPEF、TPP、RCEP、クワッド、もう覚えきれませんって言っても覚えろそのくらいってやじが飛んでおりましたけれどこの辺 の、 その、日本のですね、国連に対するこれからの態度を改めて常任理事国になっていくかどうかなんていうようなところで、先生、ご意見をお伺いしたいと思うんですが、IPEF っていうのは一体何なんだろうか。まあ、あれはまず英語ですとね、インドパシフィックエコノミックフレームワークですよね。フレームワークです。フレームワークっていうのは、はっきり言ってはふわっとしたもんですね。普通はだから、最終的にアグリメントとかそういう話になるべきものなんだけど、ならない。もともとあれですよ、 TPP っていう、これはきちんとしたアグリーメント、国家間の約束ですけどね。アメリカはトランプで離脱しましたよね。はい、それで離脱して、バイデンの時に復帰するかっていうのも一つの案だったんですけど、やっぱり民主党政権ですから、労働組合なんかがあるから、ちょっと復帰するのは政治的に難しいということで、議会とかそういうのが関与しない、TPP に変わるものっていう言い方しますけどね、はっきり言って変わるものにはならないですけれど、ちょっと TPP のようなものような、議会がアメリカ議会が全く関係しないものが、IPEF ですね、インドパシフィックエコノミックフレームワークですね。だから議会が関与しないから、関税の話とかそういう話は全くできないですね。じゃあ、あんまりフレームワークっていうのは枠組みみたいなもんですよ。枠で、でもすごく柔軟だから、ふわっとしてて、いろいろと TPP なんかだってインドなんか絶対無理なんですけどね、はい、インドはもう入れるのも無理になっちゃうんですけれど、でもフレームワークだったら入れるから、今回13カ国っていうのがあって、IPEF に参加したのの中にインドも入ってますよね。で、あと東南アジアも国もすぐ気楽に入れると。で、バイデンさんはあれをもって中国包囲網っていう言い方してますけどね、中国包囲網でしたら台湾も本当は入れなきゃいけないんですけど、台湾入れるとあれですよね、中国が怒って、そうすると東南アジアの国に入るなって言っちゃうから、だから東南アジアの国を先入れるのを優先して入れて、それで台湾は後から入ると思いますよ。最初多分オブザーバーぐらいかな、
オブザーバーぐらいで入ってて、ちょっとほとぼり冷めた時に、あれに、まあ、台湾も加入するんじゃないですかね。あれが入らないと IPEF の、 あのサプライチェーンの話が全然できないんですね。サプライチェーンの話を真面目にやろうとすると、日本とアメリカと韓国と台湾なんですよね。特に半導体はね。だからこれは台湾入れなきゃ、いけなきゃダメなんですけれど、まあ、最初入んなかったって。でも、あれはですね、中国からしてみると、ちょっとサプライチェーンを握るって、中国向けの半導体っていうのは、いやまあ、日米、韓国、台湾でほとんど中国向け半導体やってますからね。そこが抑えられると中国はちょっと腹が立つんじゃないかなこれから思いますけど、でもそれは対中国にとっては対中国の日本の政策としてはいいことですね。あ、そうなんですか、うん、いやでも、しかし何をもってこんなものを作り始めたのかってそれあれで、ね、TPP にね、実はねバイデンが入れないからですよ。これ中間選挙があるから、今 TPP に再加入するっていうのはアメリカ国内で持たないんですよ。だからでも、日本があれでしょ、安倍さんが、ほら、クワッド作ったでしょ、はい、安全保障の枠組みとしてね、それで、それに近いものをアメリカ主導で作りたかったって、でも DPP に入れないからっていう苦肉の策ですよ、あれは。でも、パッと作ったんですね、IPEF。まあパッとでもなくて、だからちょっと前からもう TPP に入れない、アメリカが入れないから、その代わりを実はいろんなことを考えてて、まあそれで苦肉の策として半年ぐらい前くらいかな出てきたっていうのが IPEF ですけどね。だからあとは数欲しかったから、東南アジアの国を入れるためにちょっと台湾に遠慮してもらったって、そんな感じですよね。もう高橋先生、これ日米安保の考え方、先生のご専門でいらっしゃるその数量政策としては、これはね、はい、結構簡単でしてね、要はね、戦争が起こるっていうのが確率が高まるっていうのはどういう時かっていうことがポイントなんですよ。でね、戦争がどうやってどういう時に起こりやすいかっていうと、相手国の問題がちょっとあって、相手国が非民主主義国の時には戦争が起こる確率が高くなるんです。それで日本の周り見るとですね、アジアの中で、まあ、アジアっていうかね、ロシアがあって、中国があって、北朝鮮でしょ。で、これ民主主義のっていうのは数字で全部ほとんどどういうレベルかって表せることができるんですけどね、1から10段階でやると北朝鮮1です。一番非民主国ですね。それでね、中国は2、ロシアはせいぜい3。もうね、全然非民主主義国がもう日本の周りに集まっていて、それがさらに核兵器持ってるから、それだけを考えると日本が戦争に巻き込まれる確率が結構高いんですよ。でもね、これをどうやって防ぐかっていうのもその研究で あって、防ぐ戦争の確率を低めるっていうのは一つが、二つあってね、一つがこれ防衛費です。防衛費が隣国との間が差が広がると戦争の確率は高くなるんです。なるほど。それで2番目はね、これは結構重要なんだけど、同盟を、強い国と同盟を結ぶってこと。強い国と同盟を結ぶと、ちょっかいを出すとその強い国がやってくるからっていうので戦争の確率が減るんですよ。今回ウクライナの時よく分かったでしょ、ウクライナが NATO に入ってれば誰も仕掛けないです、うん、でも同盟どこも結んでないからウクライナはやられちゃうわけです。だからこれは私のね、そういうふうな戦争確実の理論からは結構予想されたことなんで、ここで見たことかっていう感じな例になっちゃったんです。で、日本は考えると、ね、日本は立場悪いじゃないですか。すごい悪いですよ。だから防衛費を高めるのと、あと日米関係を、同盟を強くして、なんとかこの危険地帯の中で生き延びてるっていうのが現状です。現状、そうだ。これが防衛費の格差がついてしまう可能性ありますか。ありますよ。中国がどんどん伸びてるから。そうですよね。中国がどん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 伸びてるんで、だから隣国が、それで特に非民主国の隣国があって、そこが防衛費を伸ばしてる時には、守る方の国はもう目をつぶっても同じペースで格差が広がないようにするっていうのが鉄則です。うんですよね。で、この日本というのは今成長戦略やってますけど、なかなか成長が、経済成長がない中
でコロナ禍も経験3年目で、うん、中国がすごく強くなってきている中華層もあって、うん、で今言ったみたいに分が悪いですよね。3、3、こうなると今国内で防衛費は2倍、つまり 1% から 2% にしろってこうな動きがあって、それでも追いつかない、追いつかないですね、数学政策的にも追いつかない、ね、3つの国が、危険な国が周りにあるんですよ。それでね、ロシア、中国、北朝鮮と。それでこの間クワッドやった時に、その日に日じゃなくて中国とロシアは一緒に爆撃飛ばしに来たでしょ。威嚇ですよあれ。それで次の日に北朝鮮が3発ミサイル撃ったでしょ。もう連動してんですよこの3つは。だからこの3つの国はね、実は三正面作戦って言ってね、3つ一緒に来ることを日本は想定せざるを得ないんです。というとね、今まで一正面作戦でしか実は考えてなかったんですけどね、三正面作戦来るってことはね、あの防衛費3倍にしないとまずいですね。とも、これはちょっと待ってください。何をどうしたら数量的に、向こうは、いやちょっと待って、日本を攻撃すると危ないよって言わせるまでの数量的な、抑止力っていうの持てるんでしょうかね。あのね、それはだから今回の日米首脳会談に、あのほぼ日米首脳会談では初めてのケースだと思うんですけどね、拡大抑止って言葉が入ってるんですよ。これは拡大抑止ってどういうのかっていうと、日本は核を持たないけれどアメリカの傘、核の傘は開きますという言い方なんですよね。だからあの拡大、拡大、あのアメリカが自分の核を拡大して行使するっていう意味なんですけどね。そうすると、あの日本にちょっかい出した時にアメリカが、あの要するに、あの核の傘を開くぞっていうのは言い方すると、実はちょっかいを出しにくくなる、日本にちょっかいを出しにくくなるんですね。これはだけど完全に保証されているのかな。保証されてる、分かんないです。だから逆に言うと、日本は自分の努力をしないでアメリカだけに頼ったら、アメリカはあの保証、それは絶対に拒否しますね。あ、そうですか。だからまずね、あの防衛費の2倍ね、 GDP の2倍、これが世界の先進国の、まあ、一つの常識なんですよね。そこをしてなかったら日本は自分で努力してないというふうに見なされて、あのアメリカは全く助けてくれないと思います。憲法を変えてまでとは言ってないんですね。あの最終的にはね、あのこれはね、ちょっと前に、ある新聞が、まあ、リークで出したんですけどね、あの日米は最終的には共同抑止ってところまで行きたいんですよ。共同抑止っていうのは、両方が同じだけの軍事力を持って、あのそれでアメリカがもしかあれの時には日本も助けますって、そういうふうな意味でのね。でそこまで行くためにはちょっと憲法改正必要ですね。なるほど。憲法改正もうやらないと、多分なんかいざという時に困ると思いますよ、うん、あの憲法9条の第 2項ですか、はい、よく聞きますけども、英語の文章を見るとパラグラフが上段下段と2パラグラフあるだけで、はい、2項なんていうタイトルついてないですよね、あれ。あの、まあ、あのパラグラフごとに項っていうだけなんでね。そうすると、あの第1パラグラフと第2パラグラフの、英語のつながりは、第1パラグラフをより細かく説明するものとなっているわけなんですよ。うんうん、中にはその武力を持たない、第二次世界大戦の時に日本軍というのはなかなかしぶとかったので、うん、もうそういう武力を持って抵抗してこない国にしようとして、うん、英語の使い方も大変厳しい、あの言葉遣いがあるんです。でも、戦争は放棄しますと、うん、でそれが戦争は放棄するけれども、攻めてきた時にはセルフディフェンスフォーシーズと、フォーシーズと書いてあるわけですよね、うん、セルフディフェンスエンティティとかセルフディフェンスチームなんて書いてないんですよね。もう力を持つんだと書いてあるわけなんですが、ここをよく対外的に説明がなってないと、それは軍隊なのか何なのかっていうことなんですよ、うん、
あのこのところはあのあれですね、フォーシスという言い方をしてて、これはあの実はあのフォーシスは持たないって言っちゃって、これはあの、ね、はっきり言って国際的にはもうちょっときついですね。あのだから維新の方であのその 軍隊の話きちんと規定しろっていうのは全く正しくて、あの実は今の状況でいくと自衛隊はね軍隊にならないから、実は行政組織になっちゃう。行政組織になったらね、あの軍隊としてあの何を軍隊としてのまともな行動できないです。あの世界の国の軍隊っていうのは行政組織じゃなくて軍隊ですから、あの何に従うかっていうと戦地で従うのは国際法だけなんです。で国際法に従うっていうのは、国際法っていうのはこれこれしちゃいけない、民間人殺しちゃいけないとかね、当たり前の話だけなんで。でも今みたく日本があの軍隊じゃない行政組織だっていうことになると、行政組織 の法のやり方っていうのはこれしていいこれしていいっていうふうに決めるんですよ。これをやっていいこれをやっていい、そんなので、ね、戦時下では無理です。だからこれはあの世界のどこでも軍隊じゃないって言った段階で、あの自衛隊はお前何しにここに来たのかって言われておしまいなんですよ。だからこれは憲法の2項は改正して、軍隊のところは絶対直さないとダメですね。そうそうそう、それがいいとか悪いとかって話じゃなくて、さっき先生が高橋先生がおっしゃったように、アメリカと共同して力を持ち、万が一にでもアメリカが困った時には日本が助けることができるぐらいにならないと、アメリカもやってくれないし、出ないという状況に、今言った中国、ロシア、北朝鮮という中の地理的状況から言えば、日本は本当に真剣に考えないと民主主義として国を維持していけなくなりますよってことを先生おっしゃってたじゃないですか。これはね、あの自民党はね、このほら公明党がいるから、この2項はそのままにして3項って話になっちゃうわけですよ。これはね、あのはっきり言ってもう国際社会の中ではあんまり評価されません。だからね、ここは ね2項の、うん、改正まで行くっていうのは維新は頑張ってもらいたいですね。あの要するに2項を直してこの軍隊のところを何とかしない限り、あの今ですら海外に行ってちょっと自衛隊の人気の毒ですよ。ここのね、日本の国民の皆様も民主主義をあの掲げるのであれば、もしそれをいや憲法は変えずしてこのままの状態を守るんだというところに半数以上の人が賛成なのであればですね、その覚悟を持たなきゃならないわけですよ。ね、本当にそういうことだけ言ってて、あでも困った時は何とかしてねって、そうはいかないんだっていうところまで、まあ、議論しなきゃならないと思うんですね。本当にそこら辺が、ね、一番ひどいのは共産党でしょ。違憲だと言っててね、あの違憲だけど働けっていう言い方ですよね。違憲だけど、あの有事の時にはあの命をかけて働けっていう、違憲っていうのはどういうのかっていうと、そのうち首だぞって言ってるわけね。首だぞって言ってるのに、有事の時にあなた働きなさいっていうのは共産党だけど、これはないよね。だからあの共産党に対してはね、9以上の2項をきちんと直さない限り、あの日本の安全は保たれないっていうことを言った方がいいと思いますよ。本当にその、まあ、数量的な政策と数量政策と、まあ、申し上げていいのかどうか、私みたいなど素人がこんな言葉を使っていいのか分かりませんけれども、本当にあの合理的なしゃべりあの、作り方をしないですね。ですね。あの、うん、共産党は憲法9条があればあのなんか日本は守れるっていうのを結構前言ってたんですけどね。あの、はい、憲法9条に似たのってのはウクライナ の、いろんな法規は憲法9条に似てますよ。似てんですけど全然守れなかったですね。だからこんなの国際社会が見たらあれですよね、あのこんなんで守れるはずなくて、どちらかというとちゃんとした軍隊をきちんと持った方が守れますね。軍隊をきちんと持つと戦争確率っていうのは5割ぐらい減るんですよ、持たない時に比べて。それとあと安全保障をあのちゃんと同盟国できちんと結ぶとまた5割ぐらい減るんでですよ。それで日本はなんかそういうふうな努力で稼働して持ってるんですけど、これはでも強い同盟とか強い防衛力がないと実はね、あのその戦争確率が高くなっちゃうんですよね。だから日本の周りを考えた時に、戦争をしないためにはね、防衛力とあの強い同盟を結んで、その時の障害になるっていうのがこの憲法9条の2項ですよ。
だから92項をきちんと直して、少なくとも普通の国と同じように自衛隊や軍隊として扱うというのがまあ必要ですよね。そういうあの考え方で誰かがそのケツを取って、はっきりと決めていかなきゃならない、ずるずる、ずるずる考えない、発言もしない、議論もしないというので、あのやってるうちにもうどん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 世界から取り残されて、アメリカもいつまでそんなことやるという気持ちになってきちゃう、うん、で尖閣諸島をどうしましょうかと言ってもやってくれないという、そこまでギリギリまで追い詰められなければ何もしないのかって私は思うんですけれどね。尖閣諸島ははっきり言えば、仮に中国が来た時にアメリカは何も手を出しません。それはね、今までの例を見ててもはっきり分かります。なぜならばね、いろんなところで、あの日本人も住んでないで被害も全くない時に、どうしてアメリカ兵が行くのかって、これでおしまいです。だから何でも住んでない、そのいうようなあの離島みたいなところはね、日本で守るしかないですよ。でアメリカだって かつてですね、あの中国が試しにいろんなところの離島を行ったことあるんですよ。その時に実はアメリカは全く対応しませんでした。だから離島っていうのはもうそれは日本で守るしかないですよ。だからこの具体的には尖閣はそうです。尖閣誰も住んでませんからね。なんでアメリカ人がわざわざ行って日本人のために誰も住んでないとこ行くのかって言われた時にもう返すことがなくて、アメリカは来ないんです。まあ、本当にそこまで有事にならないと、はてさてどうしようかと思わない揃うわけもないのにっていうところが、どうしてもまだウクライナとロシアって向こうの方でやってることだっていう、その危機感はすごくまだ薄いと思うんですね習近平はあれですよね、あの必ず、この秋の共産党大会に以降はですね、彼が言って達成してないってことは台湾の統一しかないんですよ。台湾の統一っていうことは実は台湾の侵攻ですよね。で本当に台湾の本当に直接行くっていうのは結構それは無謀ですよ。無謀ですけどね、あの離島だったらいくらでも行けますからね。でアメリカがもう来ないの分かってるから、で離島をあの実は台湾中国が侵攻した時に制空権っていうのを必ず取らないとダメなんですよね。そうするときに実は尖閣入っちゃいます。もうその尖閣も一緒の、あのこうなんていうかな、あの一緒にもうあの政治家に落とされちゃうって感じですね。絡めてでね。そうしましたらね、あの必ずあの尖閣に来ますね。でその時にあれですよね、これから検討しますじゃダメですから。岸田さんは検討士ですけど、あの検討するって時間はないですよね。アメリカは助けてくれないです、はい、離島に対しては。こういうふうにですね、まあ、こうなったらこうなるからこうしておって、あ今から逆算していくと 今やらなければならないでしょっていう話かとすると、どうもそういうこう賢さに対する抵抗って言いますかねでも今までの歴史でアメリカの行動とかいうのはみんなもう分かってるわけですよ。で離島で誰もいないところに なぜアメリカ兵がわざわざ行って命かけるのかっていう非常に素朴な議論でしてね、これはいくらなんでバイデンさんだってそれを言われたらもうね行かないってことになりますよ。だってウクライナですら行かないんですから、うんうん、でもちろんウクライナは同盟関係ないんですけどね、で行かないのは当たり前なんですけれど、でもあれですよ、日本のあれですよ、台湾の周りの離島ね、あの台湾の領有してる島を中国が占領したところで誰も助けに行かないですね。でそれと一緒に実は日本の尖閣も入っちゃってますけどね。まあ、今回の夏に迫ってまいりました大きな国政選挙、参議院選挙ですけれども、まあ、日本 その民主主義をまあ掲げてこの国の SDGs 維持していくためには、まあ本当にあの2人に1人は投票に行かないって言われておりますけれども、まあ 50% を切るような投票率じゃなくてですね、日本の国の在り方を議論する、まあ、憲法も含めてこの国会議員の構成をどの政党でやっていくのか、どの人を選ぶのかというのをもう一度有権者18歳以上がお一人お一人考えていただきたいと思うんですよね、うん、これしか変える力ないんですから。もう本当にあの現職も含め立候補してくる人も含め、自分に投票してくれ自分に投票してくれって言って出てくるわけですから、国民の皆さんがどういう政党の中の誰が、まあ、国会で議論をして
行くにふさわしい人間かなと思って一人一人が選んでいただきたいと思うんですよ。もう2枚の投票用紙、2枚とも個人の名前書くなんていう選挙っていうのは本当に、あの参議院選挙だけですからね。これだけ、まあ、いろんな問題や課題、経済的にも、まあ、安全保障もそうですし、山積みになっているのにのほほーんとこう投票に行かないっていうことだけは、まあ、お願いしていたいところなんですけどね。お願いしたいところなんですけどね。憲法を争点したらすごく分かりやすいですよね。あの憲法の9条は改正したくないっていうのが、まあ、立憲民主なり共産党はそうですね。それで後で、公明党は何言ってるか分かんないですよね。でどちらかというと改正したくないってことになると思います。それであと自民党は憲法の9条2項は直さないで、3項でちょっとそういう案ですよね。だからこれ9条の2項を直すっていうのは一番正当、あの王道なんですけどね。それをどうぞと主張すれば全部差が分かりますね。まあ、2項を直すっていう中にですね、2項を全部削除しちゃうっていうオプションゼロもあると思うんですね。まあ、そういったことも、まあ、議論していきたいなと思ってます。私あの維新は2項を直すって言ってたはずだと思いますけれど、はい、だから2項だから2項を直すか直さないかっていうので自民党との差はありますよね。そうですね。そこは、まあ、先生今日はありがとうございました。もうあのまた私も再選してまた先生をゲストにお呼び、はい、思っております。せなくよお願いをいたします。はい、本日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。お疲れ様です。It's gonna be a good day. 昨日がどう